藤原これまさ、藤原これまさは、平安時代中期の苦行、歌人。藤原北家、右大臣、藤原諸助の長男。妹の中宮の、安子が生んだ、冷勢天皇、遠友天皇の即位に伴って栄達し、摂政、大城大臣にまで上り詰めたが、間もなく、病気により、創生した。孫に諸家として名高い藤原皇勢がおり、子孫は、摂尊家として、 書道を余業とした父のモロスケは右大臣として村上天皇の天略の地を主導した実力者だった。妹の中宮の康子が村上天皇の後宮に入り、東宮の理平親王、ため平親王、森平親王といった有力な美子を産んでいる。天皇四年中五以下に除職する。村上朝の天略天徳年間に右兵衛佐、左小野上少。 県中将と武漢を歴任する一方で五位蔵人を兼任した。ところが天徳四年に父が急死する。この時これまさは、十四位上、倉人道県左小野江県中将で、弟の金道、喧嘩もそれぞれ十四位した、中宮の県大部、正五位した、小名言に過ぎず、九条流は衰退の危機を迎えた。しかし、乗平親王を皇太子と定めた。 村上天皇の強い意向で、同年の樹木でこれまさは三議に進み、後方四年正月には十三位に女せられるとともに、千人の上老三議四名を飛び越して、県中納言に昇進する。その間に、弟の金道、喧嘩を相次いで、倉人と頭に送り込み、村上天皇との関係を強化した。同年九五月に村上天皇が報じて、 安子諸生ののりひら新能が即位する。叔父さねよりが、藤原北家着流の長老閣として、関白大城大臣に就任したが、天皇との外籍関係がなく権力は限定的なものであった。その一方でこれまさは、天皇の外叔父として12月には、県大名後に任じられ、翌安な元年生三位に上る。 これまさは、霊勢天皇に、娘の返しを女吾として受胎させており、同年には諸貞親王が生まれている。霊勢天皇には、狂気の病があり長い在位は望めなかったことから、鳥急ぎ東宮に、同母帝のため平親王か森平親王が建てられる、ことになった。そして選ばれたのは、年少の森平親王だったが、これはため平親王の日が、左大臣、源、 孔明の女子であり、将来源氏が外赤となることを藤原氏が恐れたためだった。さらによくあんな2年には、源の三中の布告により孔明は、謀反の都で突如失脚し、太宰府へ左遷されてしまった。この陰謀の首謀者は明らかでないが、これまさが仕組んだという説もある。同年霊誠天皇は森平新王に上位。東宮には、これまさの外孫である。 諸貞親王が建てられた。天独元年正月に右大臣を廃す。五月に摂政大臣、藤原佐頼が皇居すると、天皇の外王子であるこれまさは、藤氏市長者となり、摂政に任じられた。翌天独二年には、大臣に任じられ、正任意に進む。ここにこれマは、明日ともに、朝廷の第一人者となったが、 それからほどない天禄三年八月頃病に倒れる。十月には重篤な状態となったらしく。遠遊天皇から病気併用のために土砂八十名を与えられるが、十月末に四季を悟った、これまさは上表して、摂政を辞し、十一月一日皇居。去年四十九、最終官位は、大城大人生に。位。小一位を送られ、建徳公と送りなされた。 死因は、飲み水病あるいは悪そうとされる。没後十二年経った、栄冠二年、遠融天皇が上位して、これまさの外孫である、諸貞親王が即位する。外王子となった、これまさのこの中納言、吉地下が調整を取るが、花山天皇は、喧嘩の策謀によって出家して上位し、新帝、一条天皇の外祖父である金家が摂政となった。 絶望した吉地下は出家頓生してしまい、これ以後のこれまさの系統は振るわなかった。性格は、豪舎を好み、大表の日に、神殿の壁が少し黒かったので、非常に高価な道の櫛で張り替えさせた。父の諸助は子孫に石鹸を育嚴していたが、これまさは、この点は守らなかった。和歌に優れ、天略五年な失望に設けられた、千和箇所の別当に任ぜられて、 なしつぼの五人を統括するなど、五千和歌集の編纂に深く関与した。五千和歌集以下の直線和歌集に三十八種がいる、首、歌集、一条折衝魚集がある。諸家として名高い藤原光勢は孫であり、子孫は、節孫寺家として、書道を、漁業とし、戦国時代まで続いた。大鏡において、これまさの和歌にについての以下の逸話がある。 日付イコール旧歴建築校に関するカテゴリー、ありがとうございます。